試し引き。はい、今日はですねこちら下北沢にねおりますけれども、こちら皆さんご存知でしょうか、セカンドストリート楽器館というね、下北沢ね楽器店さん最近ねこちらできたようで、まあ下北沢音楽の街ということでそんな楽器屋さん多くなかったんですけど、まあ、こちら割と できたおかげでですねバンドマン助かってるんじゃないかなというところで、店内ですね割とこうユーズドのねものが面白いものがずらっと揃ってるということなんで、ちょっと撮影許可いただきまして撮らせていただこうと、どんなのがあるかちょっと皆さんで見ていきましょう。はい、お邪魔しますということで、はい、スタッフの方もね試し弾き見ていただいてるそうなんですごく嬉しいんですけどね、端っこからね、これ思想環境がね整ってますね、マーシャル JVM とトゥーロックボックス、トンキン、ね、フェンダーもありますし、もう試し放題と、まあ、こういう環境が整ってるとねしっかりギター選びできますので、綺麗な店内です。そして行きましょうか。はい、こちらは USA 系のギターがありますけど、これフェンダー USA ムスタング64年生、いきなりヴィンテージですね。はい、これプリ CBS ということで計らんだっていうことなんでしょうか。この色はかなり珍しいリフィニッシュかしらですね。リフィニッシュ、元はオリンピックホワイトって書いてます。でも綺麗にねこうサンバーストがある、これはこれでありなんじゃないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。クラックも入っております。だからちょっと前にねだいぶ年数経って、ね、リフィニッシュされてからも経ってるという感じ、まあ、他にもいろいろ交換箇所はあれどプレイヤーズコンディションでバリバリまだまだいけるぞという感じですね。はい、下カスタムショップ、はい、この辺りのねカスタムショップもすごくいいんです。はい、ジョン・ページ氏監修の初期カスタムショップということで、はい、ネックがうっすらフレームが出てる、もうこういうのねしっかり書いていただいているので気になったやつをちょっと手に取って試せると。はい、でこれクラプトンモデルですね。はい、ノイズレスピックアップがついてます。ミッドブースター、やっぱこうやってバシッと綺麗にね見やすく書いていただいているのは選ぶのに非常にありがたい、使ったぞという感じの、ね、下北のバンドマンが持ち込んだんでしょうか。アメビン62年ですね、まあ、割とこういうフェンダー系がずらっと並んでおります。はい、そしてこれなんかもうサーですかというような、これもフェンダーなんですね。ちょっとねこの辺でちょっとだけ顔見してね、顔見してくださいよ。はい、 SSH でしたと。はい、こういうのもあるんですね。あれはローラーナットかな。はい、そしてカスタムショップのオールローズ、このローズはなんかねそれこそちょっとハリソンっぽいですかね、ジョージっぽいですかねという感じで、これも大変貴重になっておりますんで、で意外にファンの多いこれ335と思いきやこれ339ですね。はい、一時期出ましたねこれ339、意外といいんじゃないでしょうかと。うん、335ちょっと大きいんだよねと、お尻はちょっと大きくてっていう方はこれいいと思います。綺麗なチェリー、はい、でクルーソン、ね、ロトマチックタイプではなくてクルーソンがついててヴィンテージな感じがいいですね。はい、そして99年、はい、評価の高い99年のカスタムもあります、ね、こ
そのあたり狙い目なんじゃないでしょうか。ねえ、 4.8 というね、ちょっとヘビー級ですけれども、はい、まだまだ若いぞという方はですね、行っていただければと思います。はい、この辺ずらっとギブソン、この眺めどうですか皆さん、どうですかこれ、ズバッと、はい、もう逐一見ていくスタイルなんでね。これは何ですかね、クラックすごいですね、こういう入り方、こういう細かく蜘蛛の巣状に、これの95年ですね。ナンバードパフに交換されてネックウォール補修してる、ボリュート増設と、結構手が入った、もう本当にプレイヤーが使ってたって感じですかね。はい、でさらにカスタムショップ、ゴールドトップ65じゃない56仕様ですね。はい、こんな感じにカスタム、カスタム、いいですね、いいですね、このノブの焼け具合がいいですね。でこれは3号ね、すごい安いなと、お安くなったりますけど、これトラスロッドがねちょっと限界来ているぞということで、お安くなったそうです。はい、これギブソンカスト、これ何、ちょっといいですかエピフォンカスタムショップ製のウィルシャ、こんなんあるんですね。すごい、あの指板がめちゃめちゃいいですね。ペルナンブーコ、ペルサンマホガニ、へえ、そういうのがあるんですね。これいいな。うん。でここグレッチ、テネシアン、テネシアン、ここ開いてないですよね。開いてない。こっちも開いてる。はい、テネシアン67年生ね、すごく軽い見たですね。バインディングこっち綺麗ですね、割とまだこっちちょっとね、だいぶ崩壊しておりますけど、はい、お値段こっちの方が高いですね。その辺は何だろうな、いろいろあるんでしょうか。はい、すごいジャキーンとしたねなりします。すごく肺が効いたなりだと思いますね。はい、これ175、はい、70年代175、渋いですね。この色がこの辺りのこの色がどうですか。はい、そしてこれ335ですね。でこれ135っていうのがあるんですよね。135って昔の135と言ってなんか割と現代の135、2000年以降の135ありますけど、これは最近の135ですね。昔のは125みたいな感じで、それで陰霊がねちょっとゴージャスになってたりするやつがありましたけど、これはね、ブランコに P90 が乗った、ちょっとこう225的な感じもしますけど、はい、ダンエレもありますよと。このギリギリ感いかがでしょうか。ウッドサドルのギリギリ感いかがでしょうか、ね、下にもベンチャーズ、モズライトなどなどいっぱいあります。すごいです、大量です。はい、そしてこっちはですね、
いろいろありますけど、東海からですね。東海、これいいな。マホガニですね。ボディマホガニ、うん、お安いです。7万円。からのエドワーズ、グレコのテレキャス、渋いですねこの感じ。80年ですよ。もう80年って言ったらもう40年経つというね。あっという間にヴィンテージの域になっております。フェルナンデス、この辺も全然古さを感じないですね。2000年か。なるほど。はい、ちょっとねお求めやすい価格帯のこういうものもしっかり置いてございますので、皆さんね気軽にお立ち寄りいただくといいんじゃないですかね。朝日もこう放熱、はい、ね、なまります。すごいですねこのヘッド、もううわ大きいスターキャストですね。はい、箱系いってみましょうか。箱系ヤマハ、シビスね、シビスで、これがエピフォンカジノ、国産のね、不次元かなね。この辺ヤマハいい木ですよ。なかなかないですよこの作りは。もういいギターに決まってますよね。はい、これエボニーでしょうかね。エボニー、ツルツルのエボニーです。はい、5段の箱もすごくいいです。カナダ製のギターね。そしてビフォン、この辺り韓国製なんですけどね、すごく懐かしい感じがします。僕らが専門学校時代、まあそうですね、15年ぐらい前ですか、15年、18年ぐらい前にこれね、よくみんな弾いてましたね。すごくいいんですね、学校のロビーなんかで弾いてるとね、生音が気持ちいいんでね、なんとなく楽しいしね、うん、貸してよって言いながらみんなで弾いた思い出がありますが、こうバーニー、これ1982年から92年、かなりだいぶね年代の幅がありますが、こんな感じ。これかっこいいですね。かっこよく作る、バーニーいいですよ。フェルナンデス、はい、これは何でしょうね、これ何か、これ何ですか、オールドクラフト、クラフトマン、知らん。アメリカの通販会社スピーゲルが、じゃあめちゃめちゃヴィンテージってことですねこれね。ビザールってやつですかね。はい、ね、いっぱいあるでしょ。もうこれまだ3分の1ぐらいですね。はい、この辺見てないか、この辺、あ、これポール・リード・スミス、2008年、ちょっとねこのウッドパーツに変えられてたり、アームも違うかな、もしかして、うん、先っぽ取れてるだけか、どうでしょうかね。はい、かっこいい、一番かっこいいですグレーブラックがね、グッときます。これ2008年製のですね。はい、でこういうのも割とモダンなギターもありまして、その上にはこれバーンズね、イギリスのギターです。ビザールの匂いが しますね。はい、ここもこういうラインナップ、面白い、もういろいろありますね。もうすぐ見落としてしまいそうですけど、これ一本一本見ていくと面白いです。はい、グレコローランド、ね、なんですかねこれというね、時代を感じるね、GK ピックアップついてるんですかね、はい、音源モジュール内蔵、これすごいですよ。これが高校生持ってたら君どうしたのと。でも作りすごくいいですね、すごく
バインディングもなんかギブソン的で、うん、フレットがバインディング乗っかってないですね。割と丁寧に作ってます。ハイランド EV、ね、これはエドワーズか、エドワーズ、はい、アイスマンね、ポール・スタンレー、はい、この辺ミュージックマン、ベン、ジョン・ペトルーシー、やっぱね、こうスポルテッドというかこの辺がナウイですね。はい、エキゾチックバールね、はい、バールさえ、バックアイバール、若い人好きですね、やっぱね、バックアイバールね。で、これもなんかサーといえばこれみたいなね、なんか割とお値打ち価格のような気がします。これももっとしたような気がするけどな。マーク・ノップラー氏のシグネチャーモデル、へえ。まあ、EMG っていうのが最近はあまり、でもすごいですよこのキルト、これなんかお値打ちな感じしますよね。 EMG ちょっとっていう人もいるかもしれない、だからお安いのかな。マイクルベースで有名ですねこれね、有名です。はい、そしてこちらアコギコーナー入っていきますけど、テイラーとかね、やっぱりこの辺りちょっと気になりますよね。インレイがすごく綺麗な、カッターウェイじゃない、これエルボーのとこなんていうのこれね、手が込んでます、独特のブレーシングで、うん、重厚な感じ、91高級ラインですね、はい、これはローズ、インディアンローズとトッパスブルース、はい、なっております。タコも懐かしい、タコも、タコマはね、チャーさんとかが昔使ってましたね、はい、あ、もうなくなったんだ、2008年惜しまれつつ歴史に幕を閉じた、はい、ここにもありますね、はい、そしてこちらアコギズラ、向こうから行きましょうか、よいしょ、ね、ね、いっぱいありますよ、何、竹ですって、これヤマハのバンブーですよ、バンブーいやでも竹なんていいですよ、すぐ育ちますから、こういうヤマハさんね、エコ、やっぱりね大企業ですから、エコにねちゃんと注目されてます、素晴らしい。エレアコの、ヤマハのエレアコっていうのはね、やっぱ定評があります、間違いないんじゃないでしょうかね。で、数がありますんでユーズドでね探すっていうのもいいと思います、状態がいいものね、やっぱアコギっていうのはねある程度状態によりけりで全然変わってきますんで、はい、ポイントはですね、やっぱりね、ここにもトップ割れとかナットがどうとか書いてくださってますけど、まあ、トップ割れ修復してればねまあまあいいかなと思いますが、このお腹の出っ張りっていうね、ここが出っ張っちゃってこう原稿下がらないみたいなのが結構ありますね。このサドルの出方、あーもうこれギリギリだなみたいなね、そういうものでねある程度判断できます。原稿が、あ、ちょっと高いなと、じゃあサドルで下げられるのかどうなんだいという感じでチェックすると弾きやすいギター選べるんじゃないでしょうかね。音もそうなんですけど演奏性も大事ですからね。ここら辺モーリスですね、この辺もやっぱり日本のね、やっぱこの辺の70年代フォーク全盛の時代からね惹かれてきたギター、生き残ったギターいいんじゃないでしょうか。はい、高峰なんかね、長渕剛さんのイメージありますけど、この辺りいいんじゃないでしょうか。オベーション、
オベーション、ね、最近オベーション 見なくなりましたけども、やっぱりロックギタリストたるものエリアコアオベーションっていうねイメージあります。はい、オベーションネックハイ置き、これ12弦ですね。12弦ね、えいろいろあります。はい、おおちょっとおいちょっと歌ってますよちょっと、うん、いいね君、いいじゃないかちょっとね、ヒヒンちょっと、ほら素敵な歌声ねって、はい、いう感じで、これマーチンですね、カウボーイ3アートワーク、もう雰囲気ありありですね、見てて楽しいというね、はい、もう思わず弾いて歌いたくなるようなそんな感じ、はい、これエピフォン松木製、このサウンドホールだいぶ独特のね、12弦すごいな、いろいろありますよ、はい、これはローラー、あ、ローラーはなかなかですよ、ローラーこれコスパ最強ですよね、このブランドね、このスプルースでね、だ耐久性次第ではありますけども、うん、いいんじゃないでしょうか、こんなね、これアーチトップのねヴィンテージの L5 を意識したルックス、めちゃくちゃねちゃんと作ってる感じ、なんかこの材を手抜いてないですよね、まあ、ちょっとこのバインディングのあたりはね、廉価なモデル的な処理かなと思いますが、まあこういうモデルですかね、そんなことをとやかく言うモデルではないのでね、これ6万円ぐらいで買えるのはいいですよ、はい、クラシックギターもあります、ガッと5段なんかねすごくライブで重宝しますんで、これブラックナイロン貼ってますね、ブラックナイロン、うん、はい、S ヤイリー、はい、この辺はねやっぱマーチン系のこのドレッドノートになります、はい、レスポール、国産レスポールですね、クレコ、オービル、オービルなんかこれ、ま、エボニーですからね、ね、うん、不次元、これはかなり貴重ですよ、でさらにエピフォン、はい、この辺り皆さん好きなんじゃないでしょうか、はい、スリーピックアップのグレコもありますね、はい、そんな感じ、あ、ギルドですね、ギルドだいぶしっかり作られたモデル、はい、ヴィンテージじゃなくて2000年代のねものになりますが、男らしいなりでガリンといきそうですね、バックはちょっとこう浅い色のね、浅い色って言ったらあれだけど、薄めのカラーのローズウッドですね、これは、はい、でマーチン、やっぱドレッドノートのね D28 みんな欲しいですよね、一回はね、はい、すごく状態のいい28で D28 とこれ HD28 と、これヘリンボーンがねこうだったり、ロングサドルがちょっとねヴィンテージな感じでいいんじゃないですか、はい、戦前感ねあります、はい、でもねお値段なんかはそんな変わらずね、もう好みで選んでくれよという感じでしょうか、はい、こっちですね、渋いいいと思います、ブレーシングとかも違うな、ね、こうフォワードシフテッドブレーシング、はい、こ
っちはまたフォワードじゃないんでしょうね。ちょっと前についてるんじゃないですかね、プレッシング。なりが変わってくるぞと。わ、チェット・アトキンス、これはね、プロの間でよく使われた、すごく重さがね、特徴的のこのノーブ。いや、現役です。はい。からのベースもありますね。ベース。はい。ね。ベースもしっかりずらっと充実の品揃えということで選び放題ですね。まあ、主にここはジャズベータイプ、まあ、たまにミュージックマン、スティングレイもありますが、で上はプレベかしら、ジャズベもありますが、プレベ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 、はい、フェンジャパがメインですかね。あ、違うわ、 USA か、メキシコ、ちょっといろいろありますね、ここはね。サーのベースもあるんですね。はい、これエイジとしてこれはね、綺麗に作っております、さすがです。はい、こっちちょっと変形というかね、そういうのもありまして、ちょっとアレンジが加わった、これ杉さんですね。杉さん綺麗です、綺麗です。はい、こんな感じになっております。はい、ね、でエフェクターの方もねあります。懐かしい、懐かしい GT3、 これはもうね、今またねこういうのちょっとゲットして遊んでみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、これ懐かしい真空管が入ったボックスですね。こういうの一通り揃うですね。ここにもまだベースありますね。ベース、もう30分ぐらい喋っておりますがどうでしょうか、皆さん来た感じになっておりますでしょうか。はい、もう所狭しとぎっしりと調整されたギターが綺麗ですよ、すべて店内綺麗に整えられております。はい、あ、子供にねバイオリンなんかこういう可愛らしいギター、ヤマハも、ヤマハのサイレントギターですね、こういうのもありまして、はい、ここはプレミアムなエフェクターコーナーですね。はい、今こんな値段するんですね、 DSV すごいことになっております。20万。はい、ジミー・ウォレス、ジミー・トン、いろいろ揃っておりますが、ね、こんだけあればもう何か見つかるというね、お好きなもの見つかるんじゃないでしょうか。どうでしょうか、気になったやつねありましたらお問い合わせいただき、ああもう初期ポットね、今日はね一人でフラッと来て喋っております。どなたかね一緒に行ってもいいよという方いらっしゃいましたら、結構寂しいんでね一人でブツブツ言いながら店内で撮るって寂しいんでね、一緒に行ってもいいよっていう方いたらね、声掛けください。はい、楽器屋巡りいいですよね、楽しいです。はい、カールマーチこんなでかいな、そんな感じですかね。はい、ということで
いかがだったでしょうか。セカンドストリートさん、もうずっと折れますね。はい、そういう感じで下北沢ね、歩いてすぐのところにありますんで、皆さんぜひ下北沢ね、ライブハウスでね、バンドちょっと見ようかなって思っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、はい、ぜひその際はね、お立ち寄りいただければと思います。はい、そんな感じでありがとうございました。また楽器屋さん行きましょう。はい。